マスキングテープで筋肉をどう説明するかというようなことについてのご説明します説明の内容ですが、まあ、こういった筋肉のつき方や覚え方を人に説明する時これは簡単ですマスキングテープを起死停止に貼るだけなんですねただちょっとコツがありますもう一つは働き働きを説明するのにも案外使えますこれもコツがありますそれからコツ123これは主に 動きのコツというよりはマスキングテープを貼るコツについて後で説明しますまず用意していただく本ですけれどもこういう一般書っていうのは分かりやすいんですけれども筋肉はどこからどこについているかっていうのははっきりとちょっとわからないんですねわからないのでできれば専門書の方がいいと思います例えばこちらのような専門書起死停止がはっきり書いてありますね筋肉っていうのは ペタッと1箇所でついているというよりは少し幅を持ってついていますからそういう幅のこともこう書いてありますねあとで実際に動かしてみると分かるんですがどこに筋肉をマスキングテープを貼るかで動きっていうのはすごく変わってしまうんですねなのでここの部分はかなり厳密に貼った方が覚えやすいです実際にやってみましょうまずこういう専門書を見ながら本当にどこについているのかというのをやってみます大直近ですが 大体直近の項目を見ますと「風腺腸骨棘、それから「肝骨球の上縁と書いてありますねここの2箇所についているそれから「停止」が室外人体を経由して「け骨粗面」ここに図がありますけどこういうふうについてますねやってみましょう「風腸骨棘と「肝骨球の上縁ですねこの場合はこんなふうにしてですねこう貼ってしまっていいと思います そしてこの辺からこう始まってるわけなんですけどこう張ってずっとまっすぐに来て室外人体帯を通って室外人体帯を通って肩骨の側面こういうのを調べること自体が非常に勉強になるんですねついあのスルーしてしまいがちな場所ですので肩骨の側面って一体どこかなというのを調べてこう貼ると貼った後で 剥がれてしまいやすいんですね剥がれてしまいやすいので横にこんな風に貼ってあげるといいと思いますこういう感じですそうするとあ、大腿直筋というのはこの2箇所から頬を通って頸骨の素面というところにくっついているんだなというのが分かりますねこれが1つ目です 簡単ですよね。筋肉のつき方覚え方人に説明する時大体こういうふうにやるとですねかなり覚えますね簡単に覚えられますさらに働きについてなんですがこれは引っ張るっていうことなんですがこの大腿直筋があることによってどういう動きが起きるかっていうことなんですねまっすぐ引っ張るっていうのがコツですこのまままっすぐ端と端が近づいていくような方向に引っ張っていくこういうふうにですねそうするとこういう動きが起きますねこういう動きが起きる ただしこことここを引っ張るとこうやって剥がれてしまうのでこの上から1箇所止めておくのがコツなんですがこことここがこう短くなるとこういう動作は起きますねこういう動作は起きますでもここから足をこうねじっていく今は足がこう外側に開いていってるんですけどこういう動作の時には 最初の瞬間は働きますけどひねっていく時にはこう緩んじゃうんですねここでは働かないってことがわかるんですねなのでどこにに筋肉をつけるるかかよよって働くく範囲がわんです。もう一度言いますとこう足が上がってくる時には大腿直筋は働くんですが開いていく過程では大腿直筋は働かないんですねそういったことがこれをどこに貼るかですごくはっきりわかるんです なので人に説明するときあるいは人に分かっていただくときなんかにもここの両方をですね人差し指でこうやって両方からこう押していくと勝手にテープの距離が変わりますよね。こう持ってこう親指と人差し指でこういう動作をするんですがそうするとこういうふうに働いて広がっていくときには緩んでいくのが分かるんですねだいたい直筋が。 というのでで働きががよくわかります。これが2つ目です。これつ目今みたいにやるためにはですねテープを両端につけたらその横にベタッと大胆にですね止めてしまってこれが外れないようにしておくというのがコツです今僕が冒頭にやったようにですね説明しながら外れてしまうと何ともこう説明が間延びしてかっこ悪くなっちゃうんですねなので両端に留めて絶対外れないようにこの辺の留め方っていうのはコツがありますのでやってみてください。それからコツ マスキングテープの貼り方のコツですがコツ1マスキングテープっていうのはすぐ外れてしまうのでどんどん使いましょうということですマスキングテープ安いのでどんどん使ってください2番目すぐ外しましょうということですこれベタつくんですねマスキングテープずっと貼っておくと糊が骨の方についてしまいます なので使い終わったたらすぐ外した方がいいですいいですマスキングテープほど長く貼っといてもべたつかないですただ100円ショップのものはもうすぐ貼った瞬間からべたつきますからなるべく使わない方がいいですその代わりオリンピックとかケンマートとかですねそういう道具屋さん工具屋さんに行くと 安くてていいものが売ってます1つ100円ショップよりもしかしたら安いかもしれないです100円を切るようなものが売っていてそれの方がいいのでそれをお使いくださいこれなんかもそういう工具屋さんで売ってますからね 3M って小さな筋肉なんかはこれを半分に切るのも手ですね例えばこういう細い筋肉ですねこういう細い筋肉なんかは細く使うのも手ですその時もその場で切るのはちょっと大変ですから真ん中だけをですねこういうふうに折ってしまう 折ってしまってもう全部折ってしまうとそしてちぎって端を貼り付けます例えば白筋であれば棋士恥骨結合の下の前面及び恥骨球上部というふうに書いてありますね停止は蛍骨の内側面画足を形成とこう書いてありますちょっとやってみましょう恥骨結合の下の方の前面ここですね取っちゃいましょう下の方の前面 こういうふうにして、下の方の前面に貼ります。これは大胆にテープを使った方がいいです。外れてしまうと非常にかっこ悪いんですね。蛍骨の内側がここに同じように貼ります。そうするとですね、これがどう働くかというのは、先ほどやったようにやってみるととってもよくわかります。こう持ってですね、先ほどのようにこう持って、 こことここを縮めてみるんですねそうするとどういう動作をするでしょうこういう動作ですねこういう動作です例えば足をこういうふうに上げる振り回すようなダンスなんかでですね振り回すときにはこっちに縮める一瞬だけは使えますでもこう上がっていくときにはもう使われないそして広がっていくときにはむしろ伸びていってくれないといけない こういうふうにこの一瞬だけ使われるんだなということがよくわかりますね。こう実際にあの調べてみるときには作用というのを主な働きですね股関節の内転と書いてあります。それから膝関節の屈曲えっとここが縮まると膝関節が屈曲すると書いてあります。ってことはここを縮めてもこの膝関節が屈曲しないので張り方が違うんだっていうことにこう気づくわけです。 これ伸びたままままでいってますす。ね。貼り方が違いますどういうことでしょうかこの辺が面白いところですね実際に貼ってみる時のここにこう貼った場合どうなるでしょうこういう曲がりが起きますねつまり筋肉がどこについているかがはっきりすることで動作が変わるっていうことなんですね大した違いじゃないようですけどここについてるのとこっちについてるのでこの動作が起きるかどうか こういう風にチェックができますね。ですので、筋肉を張るときには、まさにどこについているのかっていうのがすごく重要になりますので、できれば専門書でまさにどこからどこについているのかっていうのを確かめながらやった方がいいですね。恵骨粗面内側って書いてありますね。この専門書には内側と書いてあって、この辺についているよという風うに書いてあります。 先ほど僕は前側側につけちちゃいましたが、ちょっと横側ですね。そういうのが分かってくるとこれが縮んだ時にこういう動作が起きるっていうことが、まあ、よく分かるこんな風にですねあの勉強していかれると筋肉も分かりやすいですしあるいは人に説明する時にも筋肉がどこについてるかっていうのがちょっと違うだけで働きが違うというようなことも説明できるようになると思いい。ます。ではぜひやってみてみくださいありがとうございます。 わからないことがあったらいつでもまたご連絡くださいませ大事なところですので補足させてください筋肉を先ほど機能ということで動かす動作をしましたけれども筋肉はですねいろんな方向に引っ張ることができちゃうんですねいろんな方向に引っ張ればいろんな動作をさせることができるんですがそうではなくてあくまで起死と停止と一直線に縮めるという ことをやるのがコツですですからこう引っ張ればそれは足はこう発筋によって持ち上がってしまうんですねでもそうではないですね起死と停止を一直線に縮めてあげる。この場合はこの中指と親指とをここを支点にしてですね一直線に縮めてあげるこことここをこうくっつけるこことここをこうくっつける棋士と停止をこうくっつけていくこれがコツです。そうすると 自動的に必要な動作がこう,生まれてきますこういうふうですねここまでしか働かないこれ以上こっちにやるのはまた別の筋肉の仕事ですねここまでしか働かないですこれがこことここが最短になったところでこれ以上伸びていくとまた別の動作になりますの、ね、でそういうふうにあのやってみてください。とと停止を一直線にに結ぶようう動かすそうすそると 働きとか機能と言われるものを説明することができますし、ご自分でも理解が進むと思います。ではやってみてください。補足でした。